タイコランです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。今日はですね、次のイベントサンデーとのコラボイベント、もうすでに公式から告知があったわけなんですけども、それの登場キャラ、ランク、そして追加キャラはあるのかないのか、そのあたりについて話していきたいなと思います。内容についてはリーク情報を元にしたコナンの予想になります。予想なので外れたらごめんなさい。皆さんの予想もですね、ぜひともコメント欄で教えてほしいなと思います。さあ次のイベントね、むちゃむちゃ楽しみです。まず公式の情報によると、今回新キャラが9体登場するということで、まあ、すでに分かっているものもありますけども、ざっくりですねリストアップしてランク、そして種族予想してみました。皆さんの予想はどうでしょうか。やはり今回はというか毎回ですね、まあ、名探偵コナンがねフューチャーされることが多いので、まあ、コナン、そしてその中でも今回黒の組織ね、まあ、映画連動ということでがフューチャーされるであろうということで、こんな感じで予想してみました。ちょっとね一個ずつ詳しく見ていきましょうか。ちょっと参考にしたのがですね、これ名探偵コナンというかね、サンデーとのコラボイベント毎年やっているので、去年がどうだったのかなんですけども、2022年はですね、まあ妖怪大辞典の追加は9体で追加はなしということでした。なので、まあ、追加ね、ある時もあれば、ない時もあると。去年はですね、やはりトリプルゼータはトリプルフェイスのアムロトール。トリプルゼータは1体体制でした。で、ダブルゼータが3体ということなんですけども、最近はですね、やっぱりトリプルゼータは2体体制。1体はガチャから、1体は裏マップのね封印強敵というスタイルが毎回なので、おそらくそのままで来るかと思います。でまずはですね、トリプルゼータ、ここはジンじゃないかなと思います。っていうのもね、もう運営から動画出ちゃってるんですけども、これあれだよね、どう見ても強敵封印枠のステージだよね。ということはもうジンがトリプルゼータの封印強敵ドロップ枠と見て間違いないかなと僕は予想しています。ジンなんですけども、黒の組織の幹部ですね、取引現場を目撃した工藤新一を、まあ、殴ってですね行動不能にさせた上で、アポトキシン4869を飲ませた張本人でもある。体を小さくする意図はなく、単に証拠が上がらない毒殺をするつもりだったということで、ついにこのジンがプニプニでも登場するのか。そして天才科学者灰原愛、こちらも動画で出ちゃってますけども、まあこれは登場するということなんですが、すでにですね、灰原愛ちゃんは2020年の追加キャラ SSS ランクで登場しています。プリチー族。なので、今回もおそらくプリチー族で登場してくるであろう。でですね、まあ、映画のね、ストーリーを見ると、まあ、黒の組織対灰原愛というね、構図があるので、裏マップを倒すのに、この灰原愛ちゃんがね、特攻キャラとして有効なんじゃないか。今回の、コラボイベントはですね、名探偵コナン、この黒金 のサブマリンというね映画、これのねストーリーを踏んでくると思ってます。この映画なんですけども、劇場版シリーズ26作目で4月14日ちょうどタイミングね、いい感じでですね公開ということで、まあ、世界中の警察が持つ防犯カメラをつなぐ海洋施設パシフィック V が東京八丈島近海に建設され、本格稼働に向けて世界各国のエンジニアが集結。顔認証システムを応用したある新技術のテストが行われていたというストーリーで、まあ、このね映画のティザー画像というかねを見るとですね、黒の組織対する灰原愛ちゃんはこのコナンのねこの対する方に入ってるんで、この黒の組織を倒すのに灰原愛ちゃんが来るんじゃないのかということで、
トリプルゼータガチャからの枠は灰原哀ちゃんなんじゃないの。灰原哀ちゃんね。不穏に思ったコナンはパシフィック V に潜入するが、そこで一人の女性エンジニアが黒ずくめの組織に誘拐される事件が発生。そして八丈島に宿泊していた灰原の元にも黒い影が忍び寄るということで、まあ映画のストーリー的にもですね、このジンをね、コナンとこの灰原愛ちゃんがね協力して倒していくのか、まああんまり言っちゃうとね映画のネタバレになっちゃうといけないんで分かりませんけども、僕の予想はねそんな感じかなと思います。灰原愛ちゃんのトリプルゼータはやっぱり欲しいよね。でそしてダブルゼータ勇まし犬夜叉妖怪化が来るんじゃないのか。まあこの勇まし妖怪化なんですけども、見るからにランクの高いキャラオーラ出てます。おそらくこれはまあ、トリプルゼータ3体ってことはないと思うのでダブルゼータじゃないか。この告知画像の方でもですね、この犬夜叉妖怪化がですね大きく書かれています。この灰原愛ちゃんと同じぐらいのね大きさで書かれてるんで、これはちょっとキーとなるキャラじゃないのかと思います。そしてダブルゼータの勇ましい妖怪犬夜叉、こちらはですね、まあこのジンと同じぐらいでっかく書いていて、いかにもこの悪そうな敵としてね出てくってくる感じ。そしてちょっとねこの動画をよく見るとおはじきで HP が2850と書いてあります。なのでおそらくですねおはじきの弱い方の敵として来るんじゃないのかなと思います。で犬夜叉妖怪化なんですけども、この犬夜叉の変化形態の一つで犬夜叉が半妖から変化したものということで、この妖怪犬夜叉でこの HP のね2850なんですけども、これはですねどっかで見覚えがある数字。そうなんです、去年のですねこのサンデーとのコラボイベントの弱い方の敵、このパンダちゃんねがですねレベル10の時に2850ということで、おそらく弱い方の敵は同じ HP で来るんじゃないかなと思います。それがねちょっとポロッとね出ちゃってるみたいな。ということでこのおはじき、まあ同じフォーマット、妖怪ウォッチプリプリの運営はね使い回し好きなんで、おそらく全く使い回してくるんじゃないかなと思います。となるとベルモットダブルゼータはおはじきの強い方の敵で来るんじゃないかなと思います。なので入手に関してはこちらガチャかなと思います。黒の組織の大幹部で本名はシャロン・ベンヤード、見た目は20代から30代にも見える美女ではあるが、少なくても40歳以上は生きているため何らかの方法で外見上の若さを保っているということで、ベルモット来るのか、まあ、告知画像にあるのでこれで来なかったら詐欺やろっていうね気がします。で、まあ、HP 的にはおはじきの強い方の敵ということで、まあ、去年がですねレベル10で90万ということで年々上がってるんで、またさらにねちょっと HP 上げてくるんじゃないかなと思います。だからこの強い方の敵をレベル10まで倒すっていうのがね攻略になってくるんじゃないかと思います。でさらにですねランク Z の豪傑でウォッカ、こちらはですねおそらく販売枠で来るんじゃないのかと思います。まあいわゆる最近あるスターターパックね、これで来るんじゃないのか。黒の組織の幹部メンバージンのサポートを主に担当しているが、コードネームを持たない格下のメンバーたちの指揮を取ることもあるということで、まあこの黒の幹部の中で一人おそらくね販売に持ってくるような気がします。で来るとしたらウォッカかなと。で覚醒アリババ、こちらも告知画像で出てますけども、まあおそらくランク Z の勇ましかなと思います。このダンジョン攻略を目指し一攫千金を夢見た少年、
登場当初アラジンの乗っていた荷物の運転手をしていたものの、魔物に襲われ退治するために積み荷のこのブドウ酒を全て捨ててしまい、莫大な借金を背負うということで、アリババもうすでにね傷ついたアリババ S ランクは出ています。でランク Z の豪傑モルジアナ、こちらもね告知画像にあります。本作のヒロイン、この赤毛のね少女、愛称モルさんということで、すでに A ランクのモルジアナは出ています。なのでランクの高いバージョンで来るんじゃないかなと思います。で SSS ランクのカゴメですね、これは告知画像で一番ちっちゃく書かれているので、まあランク SSS で、まあ、マップへの特殊能力というパターンじゃないかと思います。日暮かごめは高橋留美子原作の漫画作品犬夜叉で登場する架空の人物で、まあ、ヒロインですね。アニメ版の声優は雪野さつきさんが担当しているということで、オリジナルのキャラボイスが聞けるのか。で追加キャラはとなると、まあ、追加キャラ何が来ると思いますでしょうか。まあ、あるとすれば映画のストーリー考えるとこれかなと僕は予想しています。ダブルゼータでバーボン来るか。そうなんです、バーボンとはですね、メタでコナンのキャラクターアムロトール、フルやレイの黒の組織におけるコードネーム。組織内での役割はサグリア。当初は組織から逃亡したシェリーと関わっている可能性があるとして毛利小五郎に近づいていたということで、すでにプニプニではですねアムロトール、フルやレイと来てるんで、バーボン来るっしょ。これ来たらかなりですねコナンファンはねそそるんじゃないかな。追加でここ来るかっていうねトリプルフェイス。さあ皆さんはですね、今回のサンデーとのコラボイベント、どんなねキャラが登場してどんなランクだと予想するでしょうか。そのあたりねコメント欄で教えてほしいなと思います。あくまで予想なので外れたらごめんなさい。